まあ、先端はこれですね。でその後もこう伸びてますね。うんうん、桜も伸び方こういう伸び方するんですけど、さっき言ったようにこれが花芽です。残り元がね。花芽ですね。まあ、私はもう1本にしてます。おーおーおー。切って。で先端、まあ強く伸ばしたいんだったら切り詰めますし、ここはハメなんで、ここ切ればここ伸びます、うん。別に伸ばしたくないならほったらかしにして、そうすればここが伸びます。伸びて、こっちここら辺が加速上端化しになっていきます、うん。切り詰めた場合は、これがビューッと伸びて、加速上端化しになりにくくなります。この辺、スモンと一緒ですね。完全に間引くとかしないんですね。ここを、まあ、バッサリ。そうそうそう。これ見ちゃうとここで取れないでしょ。あ、そういうことか。さっきも言った通り、ここのここでなるさくらんぼが一番美味しいんです。ここよりもこっちでね。なるほどなるほど。で葉っぱが ここないんで。あ、本当あれですね。ここだけしか芽がなくて。で花芽で残してあるから、ここだけ花が咲いて。あ、伸びないんだ。伸びないし終わりなんですよ。なんかこういう加速上端化子になればこの一番真ん中がハメなんで、うんうんうん、葉っぱが出ます。はい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 。こっち葉っぱ出ません。あ、だからここでなって、うんね、うんうん、でおしまい、剥げ上がりなんです。だからこれが来年どう、こうやって置いといてね、うん、でここで実を取って、で来年どうなるかっていうと、これあ、はい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 。あ、本当に何にもなく枝だけっていう風になって、はい、だってここで実を取ったからね。うんうんうん。じゃあここで実を取ると何でいいかっていうと、まあ葉っぱの影にならないから着色も良くなるし、うんうんうん、で葉っぱの方に養分いかないから実だけに養分がいて、こうでかくなる。まああとこういうところですね。こう横の方からもこういう風にこう分離させて、こう力もこう伸ばそうとか。別にしたっていいよ。焼いたりね。でもそんなに、なんていうの、たくさん取ってもしょうがないから、例えばこの枝だけだったら、もうこう、バシ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 と切っちゃって、ああ、そうなんだ。ここでなって。ああ。で、まあ先端、切り返しが切り返しが一番切り返さない、ね。あ、もう基本切り返さないんですね。そう。で、まあ多分数年経てば、もうこの枝どんどんボロくなっていくから、うん。そしたら次の枝、こういう枝に交換する。あ、根元側の方に。そう、だからこれが来年、これまだ1年死だけど、うん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 、もう1年経つと、まあこっから、まあまあ こんな感じの枝になってるかな、こういう枝になってるから、だから若い枝にどん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 更新していくってことね、うんうんうん、量を取りたいんだったらこういう枝の方が弱くて、だらーっとした枝の方が、うんうんうん、小枝の方がたくさんなるんですけど、はい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 、はい、でもこれやっぱり小さいし、玉がね、うん、乗らないし、糖度乗らないんですよ。それよりもやっぱりこういう枝だとか、ハイウェダーで実を取った方が、いい意味がなるっていうことで。でもいいですね。なんか花芽の部分だけ残して切るっていうのがなんか分かりやすいなって。まあ、ただそれをやってると、そのあれがね、樹形なんか取れんよ、やっぱり。あ、だからさくらんぼの方が部分を、あの桃はやっぱり全体を見て樹形と作っていくけど、さくらんぼはやっぱりこういい枝いい枝っていうのを取っていく、骨格作って全体で見ていくのが桃かなとして、さくらんぼは本当にいかにいい枝、はい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 、だからこっちの木の方が分かりやすいかな。あ、こういう枝だよね。もうこの木の中で一番いい実がなるのは、うん、この枝なんですよ。まあここで1年、2年、3年だよね、この枝ね。はいはいはい。そうすれば、まあ、ここでも取れるし、うん、で、これを、この枝をこうやって残しておけば、この枝はいいものが全部取れるけど、一番いいものがなるのは、ここと、うん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 、と、まあ、ここか。あ、伸びてる枝の基部のところがいいんですね。そうだね、の方がいいです。ただこれをずっと使ってると太くなっちゃうんで、はい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 、時計を当然見出すよね、うんうん、だからある程度取ったらもう元から切って、あ、更新するんですね。そうで、次にこういうのを来年使う。ああ、いや、まあ、さくらんぼの場合やっぱり部分いかにいい枝をあちこちに配置するかの方が、うん、まあ、がやっぱり大切かな。だからこれと、まあ、これとかね、この枝
この枝とかね、あ、はいはいはい、枝だけどこれちょっともう今年もうかなり長く使ってるからもう落としちゃった方がいいかな。で俺はちょっと枝取りすぎだね、どっちかっていうと。もうあれですもんね、本来だったらこれ1本いらないかもしれないけど、うん、ただ観光園なんでね、やっぱりある程度量ないから。そうですよね、観光園ならではのなんかたくさんなってるっていう状態でやりたいと思うと、はい、はい、ありがとうございます。こんな感じにいいでしょ。